吉野さん、社会は冷たいですよ世の中は冷たい助けてください困っているんですって言っても誰も手を差し伸べてくれないなんてね世の中冷たいんだ世間の風は冷たいんだと思う反面ですよじゃあ自分自身も世間の一部だが自分は誰かに何かを求められた時に「はいどうぞ」って渡せるものが何かありますかってことを聞かれると 結構辛いですよね私は情報やビジネスを扱っているんでなんとかなるんじゃないかなとヘルプミーに対して答えるネタはあるなとは思いますがそれにしてもねここまでお互いに助け合いいいのののななな世の中になってくるとなんか後ろさまいものを感じますね例えばね自分を助けてくれる何かがあったとしてもそれを無料じゃないと 受け取りたくない、求めたくないっていうのもこれもいいんでしょうかってことなんですよ助けてください、ただでね。あなたの限られた人生、時間、知恵を使って私にまず温かさをくださいこれはどうなんですかねだから私はね、誰かに何かを提供したりとか救いの手を差し伸べるそれはね、すごいことだと思います崇高なことだと思いますしそれだけの力量を自分も磨いていきたいと思いますよ けど、それをしてくれなかったからといって世の中が冷たいというふうにああ攻撃といいますかね拒絶反応を起こすのはちょっと違うのかなと思いますねうんまあなと。うん、まあ結局この前ね電車の中でなんか ボコボコされた高校生がいたみたいな話を聞いたんですけどもそれと同じ話ではなくても目の前で誰かがね暴力を受けていたときに待てと言って止めれるだけの力が自分にあるかと怖いですよねこっちがもしかしたら怪我をするリスクもあるわけですよとばっちり受ける可能性あるわけですよだからなるべく見て見ぬふりをしたいし自分で間に入って やられてる人を守るみたいなことはね、なかなかできないと思うんですよ。それと同じで、お金を失って弱ってる人、金返せっていうふうに借金取りが来る。その間に入って、この金持って帰り上がれっていうふうにね、できないから、やっぱり誰かがお金に困ってても、見て見ぬふりをするという構図は、同じじゃないかなと思うんですけどね。少なくともビジネスを販売している、私たちの立場としては、 あ、お金に困ってるねこれで助かるんじゃないですかただしこれには価格値段がついてますとどうしますかっていう選択肢を与えるのがまあギリギリだと思うんですよ困ってる人に無償で解決をしてくれっていうふうな考えの方もいると思いますけどもそれはそういういいいことがでできるる人にお願いすすしかないですね無料で手助けをする人もいる有料で手助けをする人もいる 高額で手助けをする人もいるその中から誰を選ぶのかっていう話になるんじゃないかなと思うんですよこれだから身近な例でいくとねお腹が空いたお金がないコンビニに来ましたわぁお弁当だナポリタンだ五百八十円お金がないんですけどもでも僕はお,かお腹が空いて困ってるんでこれただでもらえませんかって聞きますかね聞きますかねどうなんでしょうかねやっぱり 尊厳や尊重ということを考えると誰かにただで何かをしろもしくは無料で自分を助けてくれっていうのは通用しない場合が多いのかなと思うんですよね、うん。どうなんでしょうかねこういうことをはっきり言うと嫌な人にうつるからあまり言わない場面が多いのかなと思いますけどもねあなたは果たしてどうでしょうか